釧路市立ぬさまい中学校は北海道釧路市にある公立中学校。建築家の向こう機講師の設計で3階建てである。アーチが特徴的で職員室前の2階と3階の吹き抜けにはステンドグラスもある。そのため観光客の中には近くの釧路市立博物館と間違える人がいるほか、建築を勉強する学生が来校することもある。 しかしその特殊な構造が災いしてか、雨漏りなどの老朽化が進行しても、根本的な補修工事が行われないほか、当期は、校門から生徒玄関までの道が非常に凍結しやすい。2.3年生の数学と英語では、進度別に各クラスを2つに分けた授業が行われている。生徒全員が所属する必要はない。学級三役と呼ばれる。 補機のないものは各クラス男女各1名、計2名である。また、特記のないものについては、毎年10月に委員が変わる。すべて兼人は不可。釧路駅より、釧路バスには各社団地線、十二分2園、高重線、十七白川線、五十五南北線で、根さまい中学校バス停下車すぐ札幌方面へ、向かう。川湯温泉へ向かう。釧路市立お楽しけ中学校。 福路市立北中学校との合同チームである。他校との合同チームである。各クラス学級会長と生徒会役員が出席する。前期、後期の各生徒総会前や後期生徒総会は通常の計画委員に選挙管理委員会を除く各委員会委員長を加えた拡大計画委員会が行われる。各クラス学級会長以外の学級3役のうち1名がなる。 各クラス学級三役のうち委員会に所属していない生徒がなる。前期のみ設置される。ありがとうございます。